こんにちは。こんにちは。早いもので一気に梅雨明けしましたね。はい、一気に夏でございます。はい、私の記憶では、うん、確か先週のね、はい、動画の時には、はい、沖縄が梅雨明けしたっていうことをちょっとお話ししたと思うんですが、はいはい、その翌日ですか、翌々日ですか。そうですね、まもなくでしたよね。そうですね、6月にね、一応梅雨明けと、はい、ただまあこれが本当そうかどうになるかどうかはまた見直しというものがあるんですね。秋に、ね、なってからもう一回こう遡って見直すということなんで、はい、うん、もし今後ねまたこう長雨が続いてしまうと、はい、実は違いましたということになってしまうんですが、はい、今のところ観測史上最速と、そうですね、いうことでね、はい、毎日こちらはね30度超えの日が続いております。はい、セミも鳴き始めました。はい、なんか僕たちの季節がやってきたぞみたいな感じですよね。そうなんです、ね、はい、なんか一気にね、うん、この暑さですので体の方もねまだ慣れてないっていうこともあって、そうなんですよ、結構へばりがちの時も、はい、昨日ね久々に電車に乗ったんですよね、朝の通勤時間帯に、はい、そしたらね、まあ、座ってる方ね、はい、もうみんな同じ方向に学生さんもねサラリーマンの方も OL の方もみんな同じ方向にこうやって寝てました。ね、ワールドカップの影響でしょうかね。はい、うん、暑さとね、まあ、夜と寝不足もあってね、はい、もう月曜日の朝だというのにもう皆さんすでにお疲れということでね。はい、はい、まあ、そんなね暑い夏を乗り切るためにもね、私たちちょっとした工夫をさせていただいてます。はいはい、いただいたねしそジュースを、うん、1日1回はね飲むようにして、はい、また漬けたね梅ジュースを味見と言いつつ、はい、ちょっとこう薄めてね炭酸で割ったりして飲んで ね、やっぱこう夏バテもね、はい、なんか腸内環境を整えるところからなんか、はい、もう大事だということなんでね、はい、シソジュースとかね、はい、梅シロップ、はい、梅関係、はい、いいですね。まあ、そんな感じでね、この夏を乗り切ろうと思ってます。はい、もしね、こんなのもいいですよって、こういう夏のね、乗り切り方もいいですよという、なんかありましたら、はい、知恵袋じゃないですけども、教えていただけたらと思います。はい。はい、ということで、その、はい、この夏、暑い時、はい、今週は何を？はい。もう早速ね、本格的な夏の到来ということで、はい、今回は夏色のマリメッコということで、はい、もうすでに青系のハンドメイドのね、はい、作品をご用意させました。はい、それと人気の、マリメッコのと北欧の布ということでね。はい、はい、じゃあね、もう皆さんね、はい、どんなんだろうと思って楽しみにしてますのでね、はい、はい、早速ご紹介したいと思いますので、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでこちらはパッチワークのポーチですね。はい、ちょうど大きさがいいんですよね。いいですね。これなんて言うんでしょうかね、これ大きすぎてもあんま可愛くないんですね。はい、でギリギリのこうサイズ、はい、でこのパターンが生きるね、はい、微妙なサイズですね。まさにこれからの季節ぴったりですね。そうですね、はい、でこのファスナーもね持ちやすく同じ生地でこう当てておりますので開けやすい。何入れましょうか ね、ちょっとねお出かけの時にね、うん、車のキーとか家の鍵に入れるのもいいですし、今の時期はね何といっても朝早くなりますからね、うん、犬の散歩が、うん、そういった時になんかねちょっと貴重品とか500円玉とか、うん、途中で自動販売機でね、うん、お水が買えるように、そうですね、そういった小銭を入れるのにもいいかなって思います。はい、はい、こちらはポケットポーチね、はい、はい、こちらもねそういうような形で ね、 そうですね、ちょっとお出かけの時に使っていただいてもいいですし、はい、これから夏休み、うん、旅行の時にね、そうですね、パスポート入れたりとか、はい、ちょっとチケット入れたりとか、いいですね、そういうのにもいいと思います。可愛、はい、いですから ね、 かわいいですね、なんかこう旅行行く気分も、うん、こうテンションも上がるかなと思って、まあ、旅行上手にするためパッキングを、ね、うまくするためには、はい、こういう、こう
仕分小分けにできるものをね、はい、いくつか持ってこう貴重品とか分けてパッキングするっていうのがまた一つの旅上手のポイントですよね。はい、これだったらね、こうカバンから見えても可愛いですよね。可愛いです。はい。ちょっとお出かけの時もね、スマホとお財布だけ持ってこうやってね、そうですね、お出かけっていうのもよろしいかと思います。はい。はい、ホテルとかこう旅館ね、こうついて大きい荷物を置いて、はい、ちょっとその辺ね、はい、散策しようかなって時にも、いいですね。旅行バッグから取り出して、スマホを入れたり、貴重品入れたりしていいですね。はい、なんといってもこの夏の空のようなね、はい、このブルーが素敵です。はい、貴重な生地を使わせていただきます。中にね、外が控えめで、わざと控えめにして、はい、サンドベージュの生地にここだけ合わせてですね、はい、実は中開けるともうたっぷりと、中もこうなると、はい、で、前面が白樺のボタンですね、白樺の木で作ったボタンがワンポイントにくるっと、はい、こんな感じです。はい、はい、で、こちらはおやつマット、おやつマットですね、はい、はい、いいですね、ブルーショットなんかね、うん、ご自分用のね、はい、いいですね、こちらもね、貴重な生地をパズルのようになってます。やっぱ夏は何て言うんでしょうか、こうグラスでね、冷たいものをお出しする機会も多いのでね、やはりこういう敷物があったりなんかすると、やっぱこう結露でね、こうグラスが濡れてきますから、こういうのいいですよね。いいですね、うん、であとこうテーブルのセンターに添えて、はい、シュガーボールとクリーマーみたいな感じね、はい、まあ、こう白いテーブルにこれが少しあるだけでも全然雰囲気が違いますよね。ね、はい、素敵です。はい、こちらはファブリックパネルですね。はい、はい、今までこの何て言うんでしょうか、もうちょっと小さいものは、はい、このサイズは初めてでしょうかね。そうですね、少し大きくしました。はい、はい、いいですね。これがお部屋にあるだけでもなんか違いますよ。違いますよね。で、一応ツーウェイでお使いいただけるように、こうか立てかけでもね、はい、お使いいただけるようにと、あと後ろにこう金具をつけて糸が張ってありますので、こう壁掛けでもね、はい、使えるようにできておりますので、はい、はい、ツーウェイって嬉しいですね。そういう嬉しいですね。その時によってこう。でポケティ柄ですから、こう横置きでも縦置きでも、スリーウェイですね。そうですね。お楽しみいただけます、はい。玄関ちょっと入ったところとかね、はい、リビングとか、素敵です。素敵、はい、夏色のマリメッコということで、はい、揃えてみました、はい。はい。気に入っていただけると嬉しいですね。はい、次は北欧の生地、布のご紹介なんですが、はい、まあ、こちらもどちらかというとちょっと夏色に偏ってしまったかななんて思いつつもあるんですが、うん、はいはい、でもいい感じのものもありますね。そう、雑用会社に言っていただけると嬉しい。うん、こうミルクティーのこうね、はい、だからブラウン系でちょっと爽やかさを演出するようなものとか、はい、あと生地質でね、薄い生地質でなんかその爽やかさを演出するようなものとかね、いいチョイスだったと思いますよ。ありがとうございます。はい、じゃあこちらと同様にね、はいはい、ご紹介したいと思います。はい、はい、